マルコス・マルシア・バレーノは、スペイン・アイビー・サジマ、サント・アントニ・デプルマニ出身のサッカー選手。ミエジ・レグニサ所属。ポジションは MF。通称マルキートス。U-16、U-17、U-19、U-20 の各年代別スペイン代表の経験がある。2006から07シーズンに、彗星のごとく、現れたドリブラーである。 主にチームがボックス型の中盤を採用した時に左サイドハーフとして27試合に出場して3得点を挙げた。レアルマドリード戦ではマテアス・フェルナンデスのアシストを受けて得点し、クラブ史上初となるレアルマドリードからの勝利に貢献した。しかし2007から08シーズンは左サイドハーフにロベール・ピレスを選択したためにマルキートスの居場所は 亡くなり、レクレアティボ・エルバに、レンタルされた。レクレアティボのキャプテンである、アイトールの壁は厚く、レギュラーダッシュとはいかなかった。2008から09シーズンは2部のレアル・ソシエダに、レンタルされ、一部昇格を目指す同チームの中心選手として活躍した。2009年7月、ビジャレアル・ CF の下部組織時代の同僚である、セサール・アルソと共に、 レアル・バリアドリードへ4年契約で完全移籍した。9月20日のレアル・サラゴサ戦でデビューして初得点を決めた。2010年夏、ビジャ・レアル・ CFB にレンタル移籍した。2015から16シーズン前半は、ポーランド2部のミエジ・レグニツァでプレー。2016年1月11日、エクストラクラサのグルニクウェンチナに移籍した。ありがとうございます。